内部？まずはガンダムを見つけよう。すべては人類の未来。僕はまだ世界の答えを聞いていない。この戦いの意味すら。それを知るまで僕は死ねない。なかなか愉快なセッションしてるじゃないか。俺も混ぜろよ。あれ、もうガンダム見つかった？見ねえ顔だな。ムーア同胞団がまた連邦に金を積んだか。よう、嬢ちゃん、そんな戦場で彼氏探しかい？いえ、そんなって、どなた？ガンダム違いだけど、味方だよ、ルネさん。ショイ、同行お願いします。俺とセッションがしたいってか。いいぜ、ついてきな、リオ・フレミングだ。ブレイク現象ブルーマ。なんだよこの作戦は。全然話が違うじゃないか。作戦どころか世界が間違ってるというか、歪んでるっていうか。世界の歪み、くだらんな。目の前の敵を叩く、それだけで十分だろ。さくら、彼は一年戦争の排電したデブリによって絶えず雷鳴が鳴り響くサイド4の暗礁隊、通称サンダーボルト中域で戦う地球連邦軍所属ムーア同胞団のガンダムだよ。本来いるはずのガンダムと違うガンダム。ユノの姉さん、ここはどこなんだ？鉄火団のみんな、まさかブルーマと一緒に。団長のモビルワーカーとはぐれちまって。オルガ団長、応答願います。こちら、ユノ・アスタルトです。俺だ、ユノ。みんな無事か？戦線が伸びきっちゃった。あの緑のモビルアーマーを追いかけようにも。くそ、またあの黒いおまけ野郎か。団長は大丈夫、私たちが迎えに行くわ。死ぬんじゃねえぞ、お前ら。ここは俺たちの死に場所じゃねえ。ずいぶんと静かな戦場だぜ。新規癖と思ったら音楽消えてたぜ。それじゃあ BGM オン。で乗ってきたぜ。この曲好き。いい感じだ。このままアンコールまで突っ走ろうじゃねえの。フェリア、中だと思うが、近くに立てこもってる。月外縁軌道統合艦隊の戦力ってことは敵か味方か、はっきりしやがれ。小隊長、核兵器のスイッチを押して直接確かめましょう。よく様のところへは行かせんぞ。会場のテンションも上がってきたようだな。ということは、この先にいるのは名門クジャン家の若当主様だ。こいつらはここで止める。意欲様を危険にさらすわけにはいかんのだ。こっちの士気もすごく高い。雑魚の相手をしてるほど俺は暇じゃないんだね。悪乗りする客には退場してもらおうか。全力を尽くすのがクジャン家のおしめ。大物のご登場か。使徒願いがありそうだ。アリアンロッド第二艦隊の指揮官だもんね。そればかりか、
九段家のご当主様だよ。抵抗するのならばこの意欲九段が討ち取ってくれよ。イオ・フレミングだ。しょぼいテクニックでついてくるなら置いていくぜ。今の俺にはエキンレイスがある。長距離狙撃タイプ、小隊長イオ少尉気をつけて。どんなにモビルスーツが高性能だろうとガキはガキってことだ。余裕だな。貴様の泣き面が目に浮かぶようだ。マナーの悪いファンはお断りだぜ。スナイパーってのはどうにも馬が合わないんだよな。今のところすごく合ってる気がするけど。問題はそこじゃねえ、ユノ。まずいな、アイアンロットか。抵抗するのならばこの意欲クジャンが討ち取ってくれよ。やっ、なん外すかよ。だってやめちゃう。部下たちの流した涙は今や私の血肉と同じ。ここで引くわけにはいかんのだ。お互い背負うものってやつがあるようだな。なんというか部下の人たちとはまた別の迫力がある。こういうところはギャルフルナンバーワンともね。私の命で皆の命をつなぐ。お前も戦場に出てきてるんだ、覚悟はできてんだよな。これ以上俺の邪魔をしよってんなら容赦はしないぞ。待てよ、ギャラルホルンの幹部をやっちまうわけにはいかねえ。助かる。受け止めろ。受け止めろ。余裕だ。なんたる屈辱だ。遠くからこそこそ撃ってたらよかったのにな。もはやここまで長く悔いはない。クジャン家の誇りを抱いて華々しく散ろう。散っちゃダメだって。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇姿その目に刻め。向こうさんも随分と乗ってるじゃねえか。おい、そろそろフィナーレだ。最後まで手を抜くんじゃねえぞ。今ギャラルホルンとことを構えるのはまずい。動けなくするだけでいい。小隊長イオ少尉聞こえたわよね。ぜい冷めちまったぜ。厄介な客だ、とっととお帰り願おうか。我が手ふざんけの悲願。どけろ。ぜいこのまま一気に行くぞ。どけろ。こんなところでアップね。ヒヤヒヤもんだぜ。まったく死に損ないが助かる。ギャッ。うわあ、隠れろ。ザッ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 。ブレイクアウト成功。よかった。ジン、きりしねえ終わり方だぜ。でも助かりました、イオ少尉。俺からも礼を言わせてもらうぜ、イオ。余計な手間かけさせちまったな。お前ら鉄火団がいればあのガキどもも少しは生き残れたかもしれないな。なんだって。アバよ、兄弟。ああ、またどっかでな。生き残ったら乾杯だ。ミッションコンプリート。捕らえる。逃がすか。